こんにちは。目黒区にある自律神経専門治療院原町接骨院院長久松です。今回はですね、自律神経の不調による喉の違和感、そういったものに対しての対処法をご説明したいと思います。私が患者さんの状態をチェックするときに喉の状態をチェックします。それはエネルギーテクニックという特殊なテクニックを使ってチェックするんですけども、その時喉の部分に疲労がある方結構いらっしゃいます。そういう時どうするか、まあ、当然当院で自律神経整体を使ってそれを整えることによってもうそういう違和感なく帰れるようになるんですけども、まあ来れない時で、まあ風邪をひいてるわけじゃないんだけど喉が調子が悪い、そういった時の対処法をお教えします。一つ目はですね、水分たくさん取ってください。お茶なり、まあお茶だとはね、まあ別の意味でね、カフェインが入って利尿作用とか出ちゃうので、お水か白湯をたくさん飲むようにしてみてください。それが一つ目。二つ目は、姿勢です。姿勢が、やっぱり体が前かがみになっていると、喉の部分には負担がかかります。ですから姿勢を、よくピシッと背筋を伸ばして、姿勢を正すこと、それは自律神経を整えることに非常に大事になります。ですので、しっかり姿勢を正すようにしてみてください。この2点、水分をたくさん取るのと姿勢を正す。それを気をつけるだけでも、風邪が原因でない喉の不調は改善することが多いです。ぜひぜひやってみてください。その他にも自律神経の不調等でお悩みの方、下の説明の部分のところにある URL をクリックして、当院のホームページをご覧ください。必ずあなたのお力になれるでしょう。よろしくお願いします。